はい、ジョンですよね。今日もやっていくんですけどね、今日はね、いつもと違って初心者、中級者、展開に行けない人向けのね、動画を出していきたいと思います。でね、今からね、まあ、やっぱりこうトロ4000からまあ6000ぐらいの、人とかでやっぱこう勝てねえなーとか、どうやったら成長できるのかわからないとか、 YouTube を見ちゃいるけど、やっぱなんか見てうわうめーと思うだけで別に自分ができるとは思わないみたいなね、人向けにちょっとね、まあ、このおすすめのデッキ、そして知識をね紹介していきたいと思います。ということでね、やっていきます。おすすめデッキはこちら、メガナイトコアツですね。結構他の YouTuber、 クララ YouTuber もね紹介しているんですけど、このメガナイトコアツ、やっぱりそのウルトラレア3枚そしてノーマル5枚でね構成されるこのデッキなので、あのウルトラレアって割とねレア、スーパーレアに比べてやっぱやってるとわかると思うんですけど、レベル上げがね、レベル11までは簡単なんですよ。2枚集めればレベルが上がるし、ワンチャンね運よく4枚上がればね、あの集まればレベルが上がると、いったところでね、まあ、ノーマルもね割とこう2000枚5000枚集めるのはハードル高いんですけど、まあ1000枚集めたらまあレベル11に、なるので、まあ、結構ねこうレベル11体に、できやすいと、いったところでね、まあそんな感じでこのねデッキを紹介していきたいと思います。まあワンチャンね結構メガナイト揃ってる人とかいると思うんですけど、まあいない人よりね、ここはねあのディガーを揃ってない人は割といると思うんですよ。なんでディガーの代用としてはまあちょっと役割は違うけど、まあミニペでもいいんじゃねとは思いますね。はい、そんな感じで、まあ、ディガーのねレベルがないって人はまあミニペとかでもいいんじゃないかな。まああとユーノとかね、うん、そんな感じですね。ってことでやっていきたいと思います。よいしょ。なんですけど、僕がね成長できない人、向けに思うのはね、2つですね、でそしてあの2つ思うところがあるんですけど、やっぱりね許容ですね。なんだろう、守る必要のないタワーを完璧に守っちゃうとか、まあ、こういう知識とかも、例えばこのギャングをセパすることによって、まあベビドラをね、ちょっとこんな感じでゴブリンで3回受けれるとか、まあ、そういうところもね割と知識とか大事だったりするんですけど、そうですね。うわー、これあれだ、エレジャイだ、やべえ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 。さあディガーで受けていく。あんまりね序盤にメガナイトは使ってもいいんですけど、そうですね。まあ、これは、ワンチャン取りに来るか、速攻で。来ない。なるほど。さあ、こういう大きいの相手には、見ないと。そして、許容ですね、大事なのは。完璧に守ろうとして、これにインドラ出して、ギャング出してってやると、キューって逆にね、トルネとかでまとめられて、あの、完璧な形を作られちゃうんですよ、逆に。そう、かえってそうなっちゃうんで、ここにまず、トルネとかを使わせる。そう。で、そして、ここに下にやるゴブ。そして、逆サイにこの間にスケバレを投げるみたいな。そんな感じのね、攻めを、してあげる。で、ここは相手がタルババを使うんですね。そう。で、インドラが溶かすと。いったところで、ここで、ディガーと、コウモリですね。で、相手はトルネを使ったんで、裏にディガーを飛ばしてあげて、こうやってね、アイスイスガンのタゲを取ってあげる。そして、コウモリが入ると。いったところでね、そう。こんな感じで、エレジャイとか、やっぱインドラに対して強そうなデッキ。カードですね。とかにも、こんな感じで、なんか、あえて先に使わせて、完璧に守るんじゃなくて、こんくらいダメージを食らう。でも、それ以上与えるっていうのが、割とこのクラロアではね、大事になってきます。そう。そして、初心者、成長、中級者ですね。成長できない人、その2としては、タゲ取り。タゲ取りがね、あんまり上手くないんじゃないかなと思っていて、で、なんだよ、タゲ取りって言って、アホか、おめえはと。バカ野郎かと。何を言ってるんだ、寝てんじゃねえぞってね、思った人いると思うんですけど、さあさあさあ、そんなところでね、さあ、ゴブリンギャングを出していって、さあ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 。なんですけど、まあ、こういうのにもタルババを使ったんで、ディガをね、後から絡めると。ねっとり絡めてあげます。さあ、ここでね、さあ、そして、メガナイト踏む。よいしょ。で、ここは、やってきて、で、そしたらトルネを使うと思うんですよ。うわ、使わない！やばい！これはやばいですね。うん、やばい。さあ、ですが、ギリ。オッケー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 。よし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 。ダウン！いや、でかい！その一発はでかい。あと10秒ね、あと10秒。トルネをかけられると思う。来た。殴れ。なあ、でかい来た！危ねえ！いや、普通に喜んじまった。危ねえ。よし。さあ、もう一回ね、後ろからインドラで合わせていきたいと思います。まあね、エレジャイ以外に対しては、ダックプリゴボーリー、アイスイズ、ベビドラに対しては、この、インドラがめちゃくちゃ強いので、そうですね。
で相手はごぼうりがあるから、まあ一回待ってあげて、これでも逆サイ振っていいな。逆サイ振ってああいうやつをディガーとかで溶かしちゃいましょうか。ちょっとラグいっすねちょっとラグい。よいしょよいしょ。さあ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 、ここでメガナイト踏むと、バシンしてあげて、いいよ。しかもライト使った、これでかい。でかにきでかにき。こっちに俺はエレジャイの逆サイ誘導とかも結構嫌なんで、こんな感じ で相手はトリナを使った。さあここにディガーを飛ばしてあげる。いやインドラがこれね、相手めちゃくちゃしんどいんですよ。なんでここでタゲをとチェンジしてあげて、こんな感じですね。タゲ取り、タゲ取りが大事。さあそんな感じでやってあげることによって、うまくはいってバモーさあありがとうございます。さあそんな感じでね、なんだろうな、なんか完璧に、まあ許容ですね。今回大事だったのは許容。そして、まあベビドラとかのタゲを、なんだろうな、ケツインドラしてから、端前、メガナイトをする。そして、メガナイトでタゲを取ってからコウモリ。でやることによってコウモリを生かすから、そこにトルネを使わせる。そしたら逆サイのスケバレが刺さるみたいな。そんな感じですね。そう、だから、なんか割とね、結構俺は、なんか、俺の親とかも結構クラロワやってて、で5300体とか、そこら辺なんですよ。で、みんなこの、親の周りもやってるんですけど、そこでやっぱみんなメガナイトとかを使ってるんですね。そうなんですけど、やっぱこう、単体で流れてきたベビドラとかに対して、やりごぼう出してきて、ホワーンつって溶けちゃったりとか、まあ、あとはコウモリで囲むけども、普通に2パンぐらいこうやってベビドラパンパンって倒されて、小タワーにね、3、4発入っちゃうみたいな、のが結構多かったんで、やっぱね、こういうなんか、最初の知識とか、を知らない人が多いんじゃないかなと。いったところで今ザップ切ったんで、これはディガーとスケバレコウモリで両サイドの形をね、作ってあげます。いやこれ結構めんどくさいんですよ、こういう攻めが。絶対にで、こういう、スパーキーとか抑え方が分かんないって人いるじゃないですか。一旦ケツインドラしてあげるんですよ。でここでなんでケツインドラすんの、お前タコじゃん、そんな守れねえだろって思うじゃないですか。そう違うんですよ。そうこうやってメガナイトとかが来るから、一旦ここで踏んじゃうんですよ。そうで、こうやって、相手が攻撃とか来るじゃないですか。こういうのをまとめて、ザップとかで消す。そうやってあげることによって、こんな感じで、なんだろう。まあ、綺麗に守れるんですね。そう。で、ディガーからの、遅れてコウモリ。相手は今、ザップを切ったんで、相手のスペル把握も大事ですね。そう。こんな感じで、相手がなんか、受けてくる。インドラに対して細かく受けてくるやつを、このように、コウモリで受けてあげる。そしたら、この後に、ディガーコウモリの形ができて、やりごぶ。そして、まあ、ここでね、そう、矢の飴を使ったから槍ごぼうね、追加するといったところですね。さあさあ、さっきからちょっと回線が悪い。さあさあさあ、なんですけどね、たまにね、時が、巻き戻されたりするんですけど、まあそれもね、クラロワのいいところといったところですね。そう、だからなんかね、コウモリとかで変に囲んで、そのなんか完璧に守ろうとするんじゃなくて、まあそれもね、許容と、まあ、似たようなところなんですけど、でこういうのも結構ここら辺からね、インドラとか出しがちなんですけど、絶対に最後ろからで、こういう、エレキとかに対してメガナイトを出したい。そういう人いるでしょ。許容。で、このゴーストも許容。で、こういうゴーストとか範囲系強いカード。それギャングをつけます。そして、ここはもうね、ワンチャンスパーキーにザップを、このインドラにザップを打たれてもいいんですよ。で、ここでザップを打つ。で、こっちにね、ザップを打って、こっち側にザップ来るかなっていう感じのタイミングで、さあ、ヤナメが来る。そして、コウモリ。で、スケバリにザップが来ます、これ。さあ、そして、裏にエレキが来る。さあ、こんな感じでね、そう、活かしてあげるんですよ。活かしてあげる。そう、ちょっと、エッチな感じで、言っちゃいましたね。はい。やべ、ちょ、やっちまった、これは。これはやっちまった。これは、タゲ取りも許容もする気なかったのに、タゲ取りも許容もしちゃった。さあ、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 これはディガー。大体、矢波来た。来た来た来た。これは、メガナイトコウモリの形。そして、こっちに雑魚咲く。さあ、そして、やりごぼう追加。さあ、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 あーミスト、おー、いや、これはね、エンターテイナーですから、僕は。まあ、そんな感じでね、こんな感じで、モリモリに、ボーボーにできます。で、こうなったらですよ。こうなったら大事なのは、許容。ね、言ったよね、さっきも。完璧に守らないんですよ、こういうところ。こういうところを変に守ろうとすると、負けるんですね。そう、なんで、こういう感じで、めちゃくちゃ綺麗に守ってあげるんですよ。そうね、キングなんかね、マジで許容し放題なんで、キングサイドを攻められてきたらラッキーと思った方がいいですね。そうそうそう、そんな感じで、これディガーからの真ん中目がないとブルルルルルル当てられるかな、ペーンっていう感じでね。さあ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 、こんな感じでグッドゲームと、いったところでね。そうなんですよ、本当に。だからメガナイトとかで守ったりするとかいう時も、
まあ、雑把を使わせて、そしてメガナイトの後ろにコウモリとかヤリゴボをつける。でそこにヤナメとかを使わせたら最後にギャングっていう感じでね、そうやっていければと思います。まあなんで基本的にはでもヤリゴボってちょっと弱いんですよ。そうやっぱギャングとかコウモリに比べて火力が劣るんですけど、まあ受けにもそこそこ使えるし、まあなんだろうな、タゲ取りとか、まあそうですね、あと火力もまあちょっとあるかなみたいな感じなんですけど、だからまあ例えばなんですけど、このヤリゴボを先に出すんですよ。だいたい俺ヤリゴボを先に出してウッドを使わせたらギャングで、雑把を使わせたら、コウモリみたいな感じで、そうでまあヤナメを使ってきたらまあギャングかなみたいな、そんな感じですね。うん、まあ、なんでそうヤリゴボを先に割いて、こいつに呪文を割いてきたら美味しい美味しいと、お前何も分かっちゃいねえなと、言ったところでね、さあここはね、まあ、ザッピーなデッキってそれね基本的に入ってないので、こんな感じでディガをね遠くに飛ばしてあげて、さあさあさあ、これギャンガーで食らわしていきたいと思います。よいしょ。さあ相手のデッキはなんだ、ロイジャイかな。うん、そうですね、 LSP が入ってるんでロイジャイかなと思われます。まあ、なんでこんな感じでタゲ取りをしつつも、よいしょ、こんな感じで、さあそして相手は、うわー、それいいナイトでも相手はタルを使った。そうですね、なんでここは一旦高めインドラですね。ここで高めインドラを出すことによって相手のね全てをぶち解かせる。うわー、ザッピーが、これでもワンチャン普通に、やばい、それやばい、触んな、飛ぶな、オッケーオッケー、危ない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 、俺のこの細かい系はねマジ命と10日なんで。さあここはタルバが来る、やばい、間に合うか、間に合わない。まあまあまあ、そんな日もあるでしょう。皆さん、こういう時あるよね、こういう時あるよねっていうのを俺は皆さんに伝えたくて、間に合う間に合う間に合わないっていう演技でした。はい、まあ、とりあえずね、ここはやりごぼう出していきます。まあこんな感じで低めで受けてあげる。やっぱりね、こうなんだろう、そういう5000ぐらいのね人たちのプレーを見てると、やっぱり結構ね、なんだろうな、高めに出しちゃうようなね人が多いのかなと思いますね。そうなんで、まあこれもねちょっと低めにインドラを出してあげる。さあそしてこんな感じで、もし攻められたら、そう低めで受けてあげる。そしてまあまあまあいいでしょう。いやー、まあ連鎖しすぎだなそれ。さあでスケバレを出してから、まあここでね、なんかカードを割くよねっていうタイミングでケツメがないとですね。さあさあさあ、いやー、これはいい防衛ですね、相手大相手しなんですけど、まあ負けじとね、インフィルのドラグニティドラグーンを出していき、こういう感じでやりごぼ出すと。いやー、これやばいな普通に。でこっちにタルババが来ると思うんで、まあ、ギャング、うわー、やばい、それいい。いやー、タルババがうまい、うまいわこいつ、うまい、ちょ待って待って待って、うまいんだけど、やめてくんね、そういうの今さ、やってないんだよね。そういうのやってないんだよね、今俺。よいしょ。さあ、LSP が来るかな？こっちに LSP が来る。なんでやりごぼう追加して。さあ、そして、ザッピが来る。さあ、なんでこっちにスケバレを出すと。さあ、そして、ナイト、どうしようかな、これ。許容でいいですね、こっちは。うん、これも大事。ちょっと落ちたふりをしつつもバチコーンと踏んであげる。さあこんな感じでね、ギャングメガナイトの形大事。そして今 LSP を使ったんで、メガナイトコウモリの形が強い。これヤリゴブディガーしていい気がすんな。うん、トリトンは厄介なんでね、こんな感じで溶かしてあげて、大体はザッピを使った、さあインドラをちょっと高めに出しの、なるほど。でこういうナイトとか陸受け、大きい陸受けですね、バルキリーとかナイトとかに対してはケツメがないと合わせちゃっていいですね。これワンチャン左スケラ来る気がする。来ないかな。よいしょ、いいよ、やばい、ただちょっとやばいなこれ。あ、ただ相手は施設がないから、こういうスケバレが絶対めんどくさい。そしてやりごぼう裂いた、やりごぼう裂いた、やりごぼう裂いたぞ。オッケーオッケー、待って待って待って、お、めっちゃいってる、めっちゃいってる。オッケーオッケー。でこいつの敵はやばい、それはやばい、やばすぎやばすぎやばすぎ。タゲ取りタゲ取りタゲ取り、大事なのはタゲ取り、大事なのはタゲ取り。ここでザップ、ここでザップ打つ。
オッケーオッケーオッケー、よし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 、いやいいいい、勝ってる勝ってる勝ってる、これあと17秒、トリトンがちょうど引っ張んない位置ぐらいに出してあげて、自陣入れない自陣入れない、オッケー、来た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 、やべえ、ちょ待って、でもこれさ多分俺じゃなきゃ勝てなかったな今。いやそうだよ、ちょっと薄々感じてるよねこれ。いやちょっとこの相手はでもいや俺じゃなきゃ勝てなかったかもしんないんだけど、皆さん安心してください、これも勝てるようになります。タゲ取りと強要ですね。でもこれに通じてそのこういうねめっちゃきつそう、いやいやお前インドラリセット食らってお前メガナイト引っ張られて終わりやんみたいなデッキなんですけど、こういうのに対してもそのあれですね、両サイド許容で、大事なのは 1-0 で勝つなら両サイドもうね極端な話ですよ、もう 1-1 残ってれば勝ちなんですよ。そうだからなるべく、例えば許容ってでもどうやってしたらいいかわからないって人いると思うんですけど、そういう人は一回そのなんだろうな、まあこっちのタワーが1000、こっちのタワーが2000残ってるとするじゃないですか。で基本的に誰でもこの8000ぐらいね超えてる人の知識で言うと、まあその2000のタワーも1000ぐらいまでは許容できる、だから1000ダメージまでは食らってもいいんですね。だからあそこで流れてきた単体ナイトとかに対応しちゃうと、逆サイにスケラが打たれたら、もし打たれても守れない、そうそんな感じですね。まあラスト行きましょうか。まあそんな感じなんで、そう基本的にはなんだろうな、もう本当に1000まで削れてて残り1000許せるってなったら思い切ってそういうのを許容しちゃう、で両サイド戦線に揃えてから平等に守るみたいな感じですね。そうなんで逆サイだから両サイド振りが強いんですよね。なぜならこのディガーと、まあ、槍ゴブとかをそれをナイトとかで受けられるとしましょう。そしたらこっちは勝手に攻めたにもかかわらずナイトとかをガン無視することができるんですよ。そう、まあ、このちょっとゴレとかちょっとまた話が変わってくるんですけど、そうそうそう、これどうしようかな。ダクネとかがちょっとめんどくさいんですよね。まあ、ここはちょっと高めにインドラ置いて、うんむって感じですね。よいしょ。間違えた。OK。で、このインドラはね、マジで遅延系には強い。ダクネとかにはちょっと弱いんですけど、このアイスイーズとか、ベビダルとか、そういうのにはマジで強いんで、こういうのは絶対積極的にディガーを絡めた方がいい。マジでうざいんですよ、このミリ残りインドラが。トルネとかそうするしかなくて、でもインドラがまだ残るといったところで、まあギリ頑張ってアイスイーズ、そうですね、を出すとかになって、まあこんな感じですね。うん、さあそしてこういうのも対応しないで、俺はコウモリからのスケバレ、こんな感じでコウモリをねフルで生かしてあげる。そうやることによって相手はね今めちゃくちゃ辛いんですよね。トルネを割いた後、そしてもうベビアロとかもね攻めに使っちまったんでね相手は。さあそんな感じできついと、まあこれは許容してもいいね、してもいい。うん、ここにギャングとかを割いてしまうと、でこっちですね、こっちサイドにすることによって相手はこっちになってくるんで、もし来たとしてもこっちを1300まで許容できるんですよ。そうっていう考え方ですね。そうなんでこのデッキの両サイド振りが強いんですよね。で先にアリオブで呪文を探してから OKOKOK。さあよいしょ、でこういう感じでやってあげるとインドラが解ける。さあで相手はここは左側にケツゴレ行きたいタイミングだと思うんで、おお右に来た、なるほど、これタルババ使ってたんでこれギャング行きましょうか。あーなるほど、回っちまった、これちょっとまずいですね。コウモリディガーですかね。いやワンチャンこれ折られちまうな。まあそうですね、まあ、なんでこれはちょっとタワーにベビドラを入れてからこんな感じでタゲ取りをうまーくしてあげて、まあこれはしょうがないですね、まあ、なんでユニットが残るようにこんな感じで殴ってあげましょう。よいしょ、でこの後はまあ両サイド攻めたいですね。正直キングまでも行きたいんで、ここにまたいつものようにね槍ごぼう追加する。そして攻めのインドラが強いと。さあさあさあ、そしてこっちにスケバレぐらいも行きつつ、ワンチャンアイスイーズとかで竹取ってきそうな気もするので、 OK、 これでいやーダックリか、はい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 、でこれで槍ゴム切羽、いやちょっとゴリやばい、ゴリやばい、これゴリ来たらやばい。
よいしょ。まあ、なんで、ちょっとやばかったんで、こっちにね、メガナイトコウモリで、声つけてあげて、うわ、やばい。それやばいな。ゴレが、ゴレがやばい。ゴレがやばい。やばい！ちょっと待って。ライトニング使ったけど、やばい、ちょ待って、これ、受けられるか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 頼む頼む、外せ、でかいでかいでかすぎ、待てよ待てよ待てよ。これから、今からライトニングをね、すべて平石にします。ここやばい、全然ライトニング打ってこない、全然ライトニング打ってこない。このタイミング、うわー、平石にしたいのに、ここ、いや、ワンちゃん、ワンちゃん、来た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 危なかった、マジで危なかった。いや、ちょっとやっぱゴレ系ちょっときついですね、これライトニングってかね、こう電撃系がきつい、電撃系が、いや、危ない、危なかったマジで。いやー、ということでね、今日の動画はこんな感じで、終わっていきたいと思います。またね、もし好評ならね、中級者向けの、こう知識寄りの、いつもはね結構まあ、リアクション芸みたいなとかあるんですけど、まあ、知識をね結構こう披露していく感じのね、やつもやっていきたいと思います。ということで終わります、バイバイ。